長年、武雄市で農作物被害の要因となっているイノシシを多く捕獲した市内の4人のハンターが表彰されました表彰を受けたのは武雄市の岩橋常道さん松尾正吉さん下平勝さん平川正さんの4人です表彰式は武雄市などで作る協議会が 猟友会の会員数や捕獲頭数の増加につなげようと初めて実施したものです4人は佐賀県猟友会武雄支部の会員で去年2月から今年1月までに岩橋さんが325頭松尾さんが269頭など多くのイノシシを捕獲し人的危害や農作物被害の防止に努めたということです市の方でですね やっぱりこんだけ関心を持ってもらったら自分たちも嬉しいなと思うのでね取りがいがあるし小さな方は大したことなかった大きいと恐ろしいというやつですね大きいやつをとり取ってみたいですね佐賀県猟友会竹丘支部の会員は現在およそ80人去年竹丘市で捕獲されたイノシシは 頭でこのうち全体の86%を領友会が捕獲しましたイノシシによる農作物の被害はピーク時の1580万円から385万円にまで抑えることができたということです